ツイッター。よいしょ。配信中。お、ひょ。よし、通知も行ったと思います。お、どうぞってかき氷。すごい、ありがとう、あずまさん。こんばんは。すごい、かき氷。どうもって感じでね、どうぞって来たらどうもってありがとう。こんばんは、こんばんは。ちょっと近い方がいいかな。こんばんは、かき氷どうぞってありがとう。一周年おめえありがとう。ハートもありがとう。ありがとうございます。そうなんです、すっごいお祝いしてもらってて、明日1年、配信連続配信1年になります。すごい、食べてって、アイスだ、ありがとう、食べる、ありがとう、お、すごい、食べてってハートになってる。明日、え、緊張しないでくださいよ、緊張しないで、私全然緊張してないよ。ヤッホー、ヤッホーです、ヤッホー。あら、バイト頑張ってね、バイト。何時だろう、配信時間ね、何時だろう、でも夜だと思う、このくらいの時間が多分あれかなと思うけど。アイスクリームもありがとう。え、なになに、アイス VS かき氷っていうキャンペーン、すごい、なに、どっち派が多いかみたいなってこと。すごい、なにそれ、初めて知った。皆さんはどっち派、どうぞ、ありがとう。確かに、あ、かき氷もいろんな種類があるの。わあ、すごい、メロン、あ、アイス、え、はず、え、なに面白い、ちょ、追いつけてない、どうぞ、ありがとう。待って、今猫ちゃんのやつどなたですか、分かんなかった、名前が出てないや。ありがとう、ありがとう。ちょっとお名前が、多分私の iPad のあれで、今だって男女5人6人くらいしかいらっしゃらないの。あ、ありがとう。はずれだ。すごい。なんか1年やってても配信ギフトって変わるね。はずれたーって。あ、ありがとう。え、はずれ。待って、私なんで猫ちゃん こっちの iPad では見れないの。そんなことある。ちょっと携帯で、どなたかが全くわからない。これまたはずれ、ありがとう、来てくれたのかな、ありがとう、食べて、ありがとう、かき氷もありがとう。ゆうきさん、はじめまして、村山優香です、よろしくお願いします。配信の設定、あ、配信の設定の方でいつもは見れてるのに。お、はずれ、まだはずれしか見てないよ。あら、はずれしか見てない。私の携帯の方だと見れるかな、なんだろう、見れた、見れたよ、ありがとう、みんな。あ、すごい、メロン味のかき氷もありがとうございます。すごい、おお、ちょありがとう、すごい、あ、すごい。なんで私、猫ちゃんだけ見れないの、こっちで。なんで猫ちゃんだけこっちで見れないの。そんな設定してる私。そんな設定どこにあるの、わかんない。ありがとう、アイスクリーム。アニメーションのところ、携帯の方で設定したら iPad に反映されるとかある。アニメーション、え、でも「ハズレ」っていうのは見れてるんだよ。でもどなたかが投げてくださったかが読めなくて、外れだから見れない。そんなことないよね、わかんない、私ショールームの設定あんまり詳しくない。
詳しくないアニメーションってどこ右上私画面切り替えしかない。多分あれだよね、配信中って画面がさ違うよね。配信中だと画面が違うよね。あ、これ？あ、違うか。いやー困った困った。シンプルにバグが起きてるのかもかな。いつも見れてるもんね。うわー食べていっぱい、ありがとう。スカイさんありがとう、食べる、ありがとうございます、ありがとう。これあら、あ、外れ、外れだ。待って、ちょっと一回こうピュピュピュってピュピュ、どうだろう、どうかな、どうだ、あ、見れたかな、見れたと思う気もする。ありがとうございます、見れた気がするかな、見れたかも、ありがとう。かき氷、まあ見れたら 見えてると信じてます、信じます。あ、ぴょ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 って言ってた、ただいま。いやちょっとさ、私前髪長くなりすぎてさ、巻いてもさ横に流れないぐらい伸びちゃった。ちょっとさすがに長すぎるよね。そう、ちょっと長すぎる。アイスクリームありがとう。ね、とちょっと長くて、うんうんうん、すごい長いんです。いつだったかな、いつ切ったっけ。アイスクリーム、ソフトクリームありがとう。はあ、見れた、ハズレ、ありがとう。アーマンドさんありがとう。すごい長いんです。いつだったかな、いつ切ったっけ。アイスクリーム、ソフトクリームありがとう。はあ、見れた、ハズレ、ありがとう。アーマンドさんありがとう。待って、お名前やっと読めるかも。ピーさんありがとう。マサヒーローさんありがとう。黄金さん、黄金さん、私いつも2種類読んでるよね。ありがとう、来てくれて。タロー韓国さんありがとう。シドさんありがとう。カズリンジョーさんありがとう。呼べたかな、あったり、どなたですか。スカイさんありがとう、あったり、あったりー、カン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 。これはアイスもう一本だね、ありがとう。おめでとうのアイス持ってないけどおめでとうだ、すごいいい一日だ。あたりはアイスもう一本生徒だよね、ありがとう。ソフトクリーム、かき氷ありがとう。カンカンカン、確かに今言われてみたら当たり引いたことは、なんか10円ガムとかだったらある気がしますよ。おお、かき氷、え、これさ、そのかき氷とソフトクリーム、アイスクリームイベントってさ、これどっちか勝敗つくってこと。わあ、ありがとう、太郎韓国さん、外れだ、残念だ。あ、すごい、あ、上に書いて書かれるんだ、誰々さんが外れを引きましたって結構公表されちゃうのね、公表、当たりを引きましたって公表されちゃう。かき氷機、福岡にはあります、こっちにはないけど福岡にはありますね。アイスほんと食べたくなるね、夏って。あ、なるほど、ライブハッシュタグ、あ、なんかよくある、あのあれだ、ここにタグつけるやつかな。
すごい。お、当てます。だって、あら、外れちゃった。ありがとう、しょうようさん。惜しいね。2分の1だから、2分の1なのかな、確率的に。何分の何だろう。でも今結構なんか8分の1くらいじゃない、わかんない、ちょっとぐらいじゃない、当たりの確率的に。どうだろう。ありがとう。虹色の星、ありがとう。福岡いいな、いいな、いいな。福岡の今日の天気は何ですか。なんかないね。え、ね、言いますよね、かき氷のシロップ同じ味説。でも私は昔からこれはね、あの、言ってるからえぇ、ってなっちゃうかもだけど、昔から抹茶が好き。抹茶、なんかかき氷のさ、お店があってよく行ってたんだけど、抹茶かき氷を買ってました、小学校の時から。抹茶シロップ、そう、めっちゃ美味しいんですよ。いちごのかき氷ありがとう、流れ星ありがとう。そう、ポイント高い側の人がもらえるらしい。あ、そうなんだ。すごい、なるほど。じゃあもう決めなきゃなんだ、そういう自分はどっち派ですみたいなの。なるほどね。どっちが多いんだろうな、どっちが多いんだろう。でもアイスクリームの方が種類が豊富だから。お、当たり。猫スーさんありがとう。猫ちゃんも今喜んでたよ、なんか顔が。おめでとう、カン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 、アイスプレゼントです、おめでとうございます。どうだろうな、でもアイスの方が種類は豊富じゃないですか。かき氷もシロップの味はあるけど、でも最近のかき氷ってなんかこう、こういうありがとうかき氷、こういうイラストのかき氷とは違って、なんかもうほんとしっかりしたかき氷じゃないですか。なんか上にいっぱいチョコとかクリームとか乗ってる感じの。そう、当たり多い、多いのかな。嬉しい、ありがとう。メロン、メロン味のかき氷。お、いちご味、ありがとう。夏はかき氷、あ、でもあの夏はさ、さっぱりいきたいよね。クリーム系も美味しいんだけど、さっぱりするぞっていうのだとシャーベット系とか、やっぱね、クリームじゃない方、氷とか方がいいよね。カルビスの原液かけて食べたり、あ、しました、しました。めっちゃお家でね、あのかき氷とか作ってましたよ。そう、しましたね、懐かしい。なんかよくなんか缶詰とかを開けて、なんかニコちゃんとか作ったりして食べてた。写真残ってるの、なんか見たことあると。そうそうそう、わあ、美味しいよね、さっぱり系美味しいね。アイスクリームありがとう。じゃあかき氷が勝つのかな、どうだろう。アイス食べたくなってくるじゃん、じゃあアイス。ね、じゃあ冷房ガンガンで、なあ、いいよね、わかる。おばあちゃん家でなんか夏休み行ってたりすると、なんかこう場所によってすっごい直接当たる席があるんですよ。そこだとね、こうやって車ってて捨てる、捨てたな、場所によってだから。てか、なんならめっちゃ凍えてたけど、寒い出てた。そう、ありがとう、かき氷ね、いいね。夏祭り、職場で夏祭り、すごい楽しそう。すごい、確かに大量に作るってなるとね。明日で1周年ですね、あっという間ですよ、嬉しい。うんうん、す
ごい連続も、うわーすごい365日目がいよいよ明日見れますよね。嬉しいちらーってりーお母さん、お母さんよろしくお願いします。ちょっとお名前を間違って呼んじゃってたらごめんなさい。食べてありがとう、食べるハートもありがとう。緊張しないでくださいね。そう、ゆめゆめがね昨日かな80万回再生、本当にありがとうございます。すごい毎日2日に1回くらい何万回っていうのが更新されている気がして本当に嬉しいです。ありがとうございます。今は私もねなんか最近見てる、なんか本当になんかこれはなんか私自身もすごい元気をもらうのでつけられるので朝聞いてるありがとう、ハートもありがとうね。わあ対面の前に、おお8月19日ありがとうございます。嬉しい、オンラインで始めましてとかできるんじゃない、ありがとう、嬉しいです本当に。でだってもう80万8000なんちゃら回だったよ、今見たら8669回再生していただいてます、ありがとうございます。あそうなんだ、キミメムレと大空ビュンとかでこうがなってるんだ。じゃあもうそれはもうこっち来て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 っていう感じでいっぱい聞いてください、ぜひぜひ。おお、ちょうど1年、嬉しい、1年ありがとう、出会ってくれてありがとうございますね。目指せ100万回ありがとうね。こうやってこうそんなね高い目標をね作れるのも本当に皆さん見てくださるからなので本当にありがとうございます、嬉しいです。なんだかね嬉しいよ、ありがとう。おいっぱい見てる、今ビューめっちゃ聞いてる、ありがとう、いっぱい聞いてくれてありがとうございます。80万回もダンスに苦戦してますよね、嬉しいですね。もうすでにニア充の楽曲も3曲かなは、あの100万回以上再生していただいている楽曲があるので、なんかもう1年前の私じゃ本当に信じられない数字すぎて、いや今でも信じられないんですけど、なんか本当になんかこのそのなんだ100万回も再生していただいている動画の中に私がいるんだっていう事実がありがとうございます。私含めだけどね、ニア充がこんなにもたくさんの方にって思うと嬉しくて嬉しくて嬉しい、ありがとうございます。すごいよって、皆さんのおかげですから本当に。私たちの活動がねこうやって私たちが毎日楽しいとかに活動させていただけているのは本当に本当に皆さんのおかげでしかないので、あとはね周りのスタッフさんだったり先輩方だったり指原さんだったりっていうね方々のおかげですから、嬉しい、ありがとうございます。ゆかちゃん装備ありがとう、嬉しい、やったね、毎日ありがとうって、こちらこそですよ、ありがとう、こちらこそのこちらこそですキリがないない感じになっちゃう。嬉しい、もっと再生されてほしいって、ありがとうございます。
いっぱいたくさんの方に知っていただけるようにね、これからも頑張ります。こんばんは、こんばんは。で、そうなんですか、あれですよね、誕生日の時に歌った大リリですよね、多分ね、おそらく特別公演、特別追加公演でね、結構歌っていたので、誕生日の時にも歌ってって感じでしたね。し、探せ探せ探せ、しん、ゆうかちゃん、ありがとう嬉しい、そうやって思ってもらえて。先日もね、台湾でさせていただきましたし、嬉しかった。ありがとうございます。最高だった、嬉しい、ありがとう。大げさに言ったらどうなるのって言ってありがとう、ハートもありがとう、音符もありがとう、嬉しい。カラオケ配信ありがとう、嬉しい。明日できたらいいなとは思ってるけど、だから皆さん私に iPad の充電をしてくださいって教えてください今してないから明日忘れちゃってたらあれだから、できたらいいな、よっぽど喉の調子とかがなんかガラガラとかなってない限りはできたらいいなとは思っているので、久しぶりかも。何かありますか、何か。私なんか割と iPad 充電してくださいっていうのをたくさん教えてください本当に忘れちゃうとねあれだから。扇風機とか冷房ガンガンで寝ちゃうので喉のためにね、気をつけます、気をつけますよ。配信終わって充電するね。配信始まる前40分だったから多分まだ大丈夫、ね、カラオケ多分まだ君夢は入ってないよね。スイート、え、27% なんだけど、早い、やばい。配信終わるまでに1回 20% になりましたっていう通知が来るかもしれないです。 iPad 充電減るの早くなっちゃったね。ライオンまで入ってます、めっちゃ焦るって、嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとうございます。こんなはっちゃけ19歳なんですけどよろしくお願いします、どうぞどうぞね、スイート、うん、言ってないですね。スイートシックスティーパーティー、ポムポムさん、お名前かわいい、よろしくお願いします。村山優香です。母さん見たしなんで教室にお邪魔をしちゃうのですあーバイト頑張ってね、いつもありがとう。ホットケーキ焼いてホイップ盛り付けいただきます。なんかこうやって今日左寄りすぎて、右かな左かな、どっちだろう、寄りになってるか。真ん中行こう。前髪ありがとう。でもちょっと長くない、ちょっと長くない、ちょっと切んなきゃなって思ってるので、明日か明後日には切ってると思います。
ショータイジョンバー授業中に回しますみんなで振り、嬉しい、ありがとう、ホイップいっぱい、嬉しい、ありがとう、ゆうかちゃん装備ありがとう、嬉しい、もう行かないじゃん。皆さんさ、結構私のグッズとかもさ買ってくださる方もいらっしゃって本当にありがとうございます。もう全部見つけるぞっていう勢いで私は目をこうやって開眼させますオンライン話会、ぜひ、なんだろうな、私に何か聞きたいこととかあっても何でもお答えしますし、あの逆になんかこう情報っていうか、私こんなことしてますとか、こんなお仕事でこんなのが大好きでとか教えていただけるのもとっても嬉しいです。そう、そうなんです。おお、すごい、入場特典のありがとう、嬉しいですよ、ありがとうございます。ラーマーさん、はじめまして、よろしくお願いします。嬉しい、ぜひね、このイジョイ多分本番ギリギリは私ちょっといっぱいいっぱいになっちゃって携帯見れないかも、だからいつぐらいに席が分かるのかちょっと私も分かんないんですけど、いつぐらいに席って分かるんですか。どうなんだろう、でもね入場しないと分からないか、なるほど、前日6時朝、夕方、あ、前日、私ちょっと滑舌、前日18時、なるほど、ぜひぜひ、分かったら教えていただけると、あ、この辺かな、誰々さんこの辺かなっていうね、イメトレをしながら睡眠をして翌朝に、翌日に備えたいと思いますので、ぜひ教えてください。なんかとっても楽しみ、もちろんね私たちは私たちで覚えないといけないこととかもあるんだけど、でもなんか そんなことよりもやっぱ楽しみがなんかありますね。やっぱり去年初めてステージデビュー、入場ステージデビューという形で立たせていただいた場所ですし、それがこうして1年経った姿でまたこうステージに立たせていただけるということもありますし、嬉しいです。ヒロさんはじめまして、ラ・イラさんもはじめまして、丸山優香です、よろしくお願いします。嬉しい、皆さんと初めて出会った場所かもしれませんねという感じですよね。そうなんです、村山さんもどの辺に逆になんか何捨ての何番にいますとか新しいあれだねでも仮に私が何々の曲のどこどこで A メロでどこ捨ての何番にいます、何上手向きです下手向きですとか言ってても絶対に皆さん追えないよそんな追えないよあとありがとう、立ち位置、ひー立ち位置何個あるんだろうね、私も何箇所あるかもさ数えてないからさあれだけどゆうかちゃんをどんな場所であっても村山優香から目を離さないでください難しいよねそうなんです、何番、確かにさ私たちがさ何番って言ってもさステージのなんだ
ほんとそれにさ番号が書いてあるだけだからさ、どこが何番か分かんないよね今思えば花道の何番とか言ってもどっちから始まって何番かも分かんないよね難しいね。余裕最高じゃないですか。いやもういいね、その息でもうぜひその気持ちで当日待ってますね。推しマシはまあまあまああれなんですけど、推し変はしないでくださいね当日あなんかこの子ニャジョイの誰々ちゃんかわいいとか、いやかわいいな、もちろんもう当たり前なんですよ、もうニャジョイみんなかわいいからかわいいって思うのはいいんですけど、なんかヨカちゃん推し応援しようかなとかはしないでくださいねでもねこういった機会にねやっぱたくさんね他のメンバーも見ていただきたいですし、そうえへへへへ、いやもうみんなね可愛いと思うの、やっぱりステージに立ってるみんなってさ普段も本当にさ練習の時からあー可愛いなみんな可愛いって思いながらねレッスンしてるんですけど、やっぱステージに立ったりそのね衣装を着るみんなってもっともうなんかキラキラしてるからさ素敵なんですよみんな。だからみんなさんがあ誰々ちゃん可愛いって思うのはもうそれはもう大正解です、そりゃあそう可愛いレッスンもらいたいって、あとね私が頑張って叶えるわ、叶えるわねありがとう嬉しい、そう小腹ツイストそれ求めてるでしょ、しません、なんかそれ求められる気がするからしませんって言って嬉しい本物のみんな確かにさみんな写真でも可愛いけどさ実物さ可愛いよね、写真写りとかもさやっぱあるからさ写真って、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、びっくりするかも、びっくりしちゃうかも。でも私はね先輩方とか特にツイッターとかではねよく見させていただいてますけど、やっぱこういった期間とかじゃないと事務所というかあんまりお会いすることもないので、なんだか同じスタジオとかで練習させてリハーサルとかしている時になんかもうなんかフィルターなしというか、もう画面の中の方だって思ってます。ちょっと充電きつかった、本当に先輩方みんなさんめちゃくちゃ可愛いですあでも先輩方とお話もねさせていただいたりもします。まあそれはねこの試合終わった後とか裏話的な感じでいっぱいお話できたらなと思います。今はさちょっと言えない内容だけでもないけどさ、ネタバレとか話しちゃうと怖いから今ちょっと内緒でやっていきますね嬉しい、ビンデビブス最近のニアジュエのビブスは黄色いので本当にみんな
みんな発光してる、みんな眩しい。ニャジャみんな、なんかもう誰がどこにいても分かるっていう感じになってて、なんだかニャジャイのなんか自分で言うのもあれですけど、なんかこう一番後輩感マシマシで、めっちゃなんかこうかわいいって言うのもあれですけど、なんか発光してるな。めっちゃ目立ってるところがあってね、なんか面白いなと思います。そうピカピカの1年生感、そう本当にそうなの。そう多分私たちも見慣れてないからだと思うんです。今まではよくドキュメンタリーとかでも映ってた青のビブスだったから、最近、うん、その黄色とかを着てって本当に 見慣れてないんですよ私たちが、多分だからそのピッカピッカの1年生みたいな感じになってる。そうだって前のビブスとはもう反対色ですからね。そう見つけちゃいますよ。去年ね思ったのは、もちろん皆さん正面から見てる時も、例えば本捨てにいる時に皆さんを見る時も、先輩方のビブスの色とか結構見えてたんですけど、例えばその私がセンターステージ真ん中のステージにいる時に本捨てを向かれている方々もう背中とかを、皆さんの背中を見る瞬間とかがやっぱあったんですよ去年とか。その時にね、綺麗にビブスの色とか見えたなっていう印象ですね。特に見えました、お名前とかまで。やっぱ前だとさ、こうなんだこう角度的に重なっちゃってる瞬間とかもあるから、そうあれなんですけど、後ろ姿とかすごい、誰々さんのビブスだ、誰々さんのビブスだみたいなのを私は思って見てました。ね、あれだよね、かさ、それこそさ単推しの方ももちろんいらっしゃるけどさ、グループの中で複数人推していらっしゃる方とか、その好きがもうみんな一番みたいなって方って多分多いと思うんですよ。そういった場合ね、そのビブス半分にすることなんてできないしさ、難しいところではあるよね。確かになんかもう重ね着するしかないよね。気持ち誰々ちゃんと誰々ちゃん誰々ちゃんみたいな感じで編集するしかない。確かに編集で一文字ずつ、ニュージョイ箱推しの方とかだったら、間の愛と天野の天とって書いて、そういう感じでやっていくしかないのかな。難しいよね。早着替え、確かに誰々ちゃんが目の前に来た時には誰々ちゃんのビブスを大変だ。皆さんも早着替えのプロにならなきゃですね。私たちはまださ、その早着替えは本当に特別追加公演であったのと、あとあれだね、去年のイコノイジョイだったんですけど、去年のイコノイジョイは昼のニアジョイ衣装から違う衣装になる時だったかな。ニアジョイ衣装なんか若干忘れちゃったけど、ニアジョイ衣装からなんか違う衣装に着替える時かな、はすごいこう早替えをしたイメージだったんですけど、そうあんまりやっぱ先輩方に比べたらね、早替えもないので、そう
にすごいね、アリスじゃあみんなの名前が入ってるんだ。だって山だったらももかと私も入ってるでしょ、でのはこのこのもだし、まあ愛もだし、愛がつくメンバーがそれこそ多いからすごいじゃん。山のアリスっていう名前だけで、あ外れだ、惜しい。広島の山ちゃんありがとう、アイスの猫ちゃんすごいね、何人分の名前が重なってんだ。愛だけで何人いるんだっけ、もう分かんない、私も分かんなくなっちゃ う、 こうパッとこうメンバーみんなの名簿がずらっと感じ、愛がつく感じのこう4人、4人、私も4人と予想4人だった気がする。逆に入らない子が少ないんじゃないのってくらいだよね。ジュリーとレノンとリコと葵、マイ、5人、4人くらい、でも何人言ったかも分かんなくなっちゃったくらいかな、かぶってない。すごいすごい、そんな多分みんな似てる名前の子がいるのね、同じ感じの子か。ありがとうアイスクリームかき氷、ありがとう。あ4人すごいね、愛であふれるグループだ遊びに来たよ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。今日は1時間予定なので55分になったら大丈夫しますね。うまいこと言った、やったねー、やったー。確かにすごい、あおいって、そっかローマ字で書くと全部母音なんだ、あおいって。考えたこともなかった、あおいって全部母音なんだうまっ、ありがとう、すごい派遣だね。でも葵のサインめっちゃ可愛くない、くまちゃんある、あおいかな、でなんだっけ、ここここか、ここかな、こっちかな、王冠ついてる感じですね。ランダムだからゆうかちゃん出ますように、ありがとう、嬉しい、そう思っていただけて。へえ、採用しなの、ありがとう、嬉しい。あれはね、くまちゃんだと思います。葵はね、くまちゃんが大好きだから。おお、ちょっと待って、うそー、すいませんすいません、不安顔で、すいませんっていうポーズをして出ちゃった、すいません。今日はなんか出たり入ったり出たり入ったりで、すごいすごい、すいません。逃すとまた大変だから、ちょっとすいません、ただいまですいや、音ちっちゃくしてくればよかった。また爆音で鳴っちゃうよ。うん。ね、レノンが来てくれたと。いやー、来てくれ。レノン来てくれ。いやー、本当に。いやー、ピンポンに関してもね、仕方がないところまであるからさ。仕方がないです。仕方がありませんでもね、配信時間あとちょっとだからね。ウーバー、私ね、あんま宅配したことないんですよ。宅配なんだっけ、そういうのなんだっけ、宅配なんだ、デリバリー系したことないんですよ、あんまり。2回、3回くらい。
あ、フードデリバリー、フーデリっていうの、いやすごい、やっぱな、慣れてる、慣れてますかね、慣れてる方の略し、そうめっちゃ略すやん、フでは絶対伝わらんなんか初めてダウンロードした方に何千円プレゼントみたいな、何千円分プレゼントみたいな時に、うわーやってみようみたいな感じで、福岡で1回とこっちで1回くらいかな、なんか住所変わったらなんかできません、わかんないけど、それで1回1回くらいかな、違うアプリでしたかな、いやーなんかもうあんまり記憶がないですね。そう、割と私は結構アウトドアっちゃアウトドアなので、まあずっと一日家にいたいよっていう日もありますけど、ご飯のためだったら結構動けるかも私そう、うんうんうん、あ、確かに、でも東京はなんかすごいなって思う、うわー、私一回なんかどこかのホテルに泊まった時もしてみようみたいな思ったことがあったんですけど、そう、その時に見たら、うわー東京ってすごい東京のね、もう種類豊富すぎるよーっていう感じでしたね。でも福岡にいた時はまだそんなにこう広まってない時だったから、わすごい、初めましての方がすごい、たくさんありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、村山優香です、すごい、ハロー、マイネームイズ村山優香、イエーイ、すごい、ちょっと私和訳できないや、なんとなんて書いてあるのでしょうか、いや読めてはないですよ、読めてないです、なんかご挨拶かなという、ご挨拶かなというあれを勝手にあれしてるんですけど、どれだあ、ローマ字、あ、ローマ字だった、ローマ字だった、全然もうてっきり英語だと思ってた、ローマ字なのミックス、ミックスされてるの、君夢の時のコール、え、そうなの、あ、ミックスって、あ、ミックス、ミックス、あ、あー、なるほど、なるほど、なるほど、あ、ファイバー、タ、あ、タイガー、ファイ、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、ダイバー、あ、バイバーか、じゃあ、じゃあ、ほほー、うわ、これ皆さんこれを覚えていらっしゃるのすごい、で最後のジャージャー、ファイバーとジャージャーしか分かんない、すごい、そうすごい、覚えてないけど先に読んで、わじゃあ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 でいけるよね多分ね、どうコールってさ、私コールの経験がその、なんだろう、煽りはさもちろんステージ立たせていただいてしてますけど、コールする側になったことなくて、じゃあじゃあってか、私言いそう、私言いそうすごい中3ですごいね、ガチ恋、あー言いたいことがあるんだよって、したことないかも、なんかレッスン中とかだとカウント合わせるときに、それこそ代理リをさせていただくときとかは、感想のカウントはガチ恋で、ガチ恋工場で